皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーでーす。ケイでーす。ありがとうございます。さあ今回もですね、友達のケイ君と一緒に撮っていきたいと思います。オークション、皆さんやってます？オークションで落札することはあると思うんですけど、出品をしてる人っていますか？俺したことないんですよ。で、今回ちょっと出品してみようかなと。その売れる売れないは別で、まあ売れたら売れたでね、いいんだけど、初出品やってみようと。やってみましょう。うん、まあ何でもやってみないとほら分かんないことが、ね、うん、今回やってみるオークションはメルカリでやってみたいなと思います。実際に出品しますので、もし落札する人は説明文にもちゃんと書きますので、動画になるっていうことをご理解の上お願いしたいと思います。さあではやっていきましょう。はい、はい、メルカリ開きました。この出品をしてみますか。はい、はい、最初に写真を撮るっていうのが出ましたね。じゃあ写真から撮っていきますか。はい、なんか画面が赤いぞ。いや、それここ映ってない。あ、テーブルが映ってる。あ、そういうことか、びっくりした。なんで赤いんだろうってちょっと焦ったよ。で、これはどういうことですか。 4枚4枚撮らなきゃいけないってことですね。まあ、いろいろな角度、サイズ。あー、なるほど。ほうほうほう、じゃあちょっと撮っていきましょう。撮っていきましょう。今回出品するのはこちら。いいですね。こちらですね、レビスジーンズの山根ですね、モデルが。で出ましたスカジージャンっていうものだそうです。スカジャンとジージャンを合わせたもの。あ、かっこいい。年数も経ってはいるし、実際着てもいたのであれなんですけど、これがちょうど買った当時、日本全国にあった恵比寿ジーンズの場所ですね。で、熊本にもあったんですよ。知ってる人は知ってると思うんですけど、東バイパスのインターのところにあったんですね。で、その時にちょっと手に入れたものではあるんですけど、ということでこれをちょっと、じゃあ写真撮って、メルカリの方に上げていこうかと思います。じゃあこれで1枚撮りたいと思います。撮っていきますね。はい、どうしよう、タグのところとか撮ってた方がいいかな。タグ撮っときましょうかね。ここにタグみたいなのがあるんで、これも撮っといたらいいかな。よし、4枚撮れました。商品名ですね。商品名って何て書けばいいかな。エビスジーンズ、エビス山根じゃないか。エビス山根スカジージャン。スカジージャン、これでいいですか。いいと思います。はい、で、商品の説明、色、素材、重さ、定価、注意点。じゃあこれでちょっとやっていきますね。はい、これいつ買ったっけな。10年ぐらい前。前ですね。10年ぐらい前ですか。それこそ2010年ぐらいで一緒ぐらいじゃないですか。前に、お店で
買いましたと。定価は確か4万しなかったぐらいだったと。サイズは3838ですね。です。着ていったので使用感はあります、みたいな感じで。そうでしょうね。まあ正直自分で書いててはなんか教科書通りというか、なんか目に留まりにくいようななんか感じにできたなとは思うんですけど、まあその分洋服が派手だから大丈夫です。なるほど。こんなんでいいんですかね。まあいいとしましょう。次が商品の詳細ですね。カテゴリー商品の状態とあります。カテゴリーはGジャンになればいいのかな。 G ジャン、サイズは M でよかったんだっけ。 M ですね。 M か。ブランドはエビッシュ、エビスですね。商品の状態は、やや傷や汚れありってとこですかね。そうでしょうね、うん。配送について、配送料の負担、これってどっちだろうね。送料込みでも、送料込みの方が買いやすいでしょうね。ああ、その相手からすればね、うんうん、なるほど。送料込み、配送の方法は、どうだろう。あ、なんかいっぱい出てきた。どうだろう、宅急便で行けるか。だって宅急便か、まあ、U パックってとこじゃない。そうでしょうね。まあポストには難しいからね。で、あのうちの近所一番近いの黒猫大和なんですよ。ああ、なるほどなるほど。じゃあもうその宅急便で、でしょうね、うん。まあ、これでポチッとね。発送元の地域なんですけど、これは熊本になりますと。発送までの日数なんですが、2、3日で発送でいいかな。さて問題はここからですよ。ここから販売価格です。最低が300円からみたいですね。じゃあ1万1万で売れそうな気もしますけどね。そうですか。じゃあ、1万円で設定してみたいと思います。1、10、100、1000、万と。で、なんだろう、販売手数料が 10% らしいです。1000円をメルカリにやって9000円こっちに入ってくるみたいな設定らしいっすよ。お、もうこれで出品ができるんですね。あとなんか書き忘れたこととか、あ、危ない、動画の撮影してますって書くの忘れた。あ、そこ大事、そこ大事。はい、できました。じゃあですね、これで出品を押してみましょう。はい、出品が完了しました。じゃあ今どんな感じか見てみましょう。こちらですね、恵比寿山根スカジージャンですね。ポチッと押して見てみると、はい、さっき撮りました写真ですね。あ、ということで太郎恵比寿で出てますので、そちらの方でよろしくお願いします。今回はここまでということで、さあどうなるか、俺自身分かりませんけど楽しみにしたいと思います。それでは俺にかかってこい。